昭和の暮らし博物館は東京都大田区に位置する昭和時代の庶民の暮らしを展示する博物館である。もともと東京都の建築技師だった小泉隆が建てた自宅を河野長女で生活史研究家の小泉和子が昭和時代の庶民の暮らしを構成まで伝える目的で博物館として1999年2月28日から公開している。 住宅の間取りをそのまま残した館内の構成になっている。常設店、企画店、特別店、ミニギャラリー店、座敷の着物店に分かれ、常設店では小泉家が過ごした住宅風景がそのまま残っている。2階建ての建物で、1階は書斎兼応接館、お茶の間台所、座敷。2階は子供部屋、企画展示室、次女の友よに関する。 記念室、談話室からなっている。子供部屋では昭和30年代に販売されていたキャラメル箱のコレクションがあり、友よに関する記念室では、友よが生前熱中した老血染めやグラフィックデザインに関する展示がある。展示だけでなく、講座やワークショップなど昭和の暮らしを体験できる催しも行われている。団体は利引料金は設定していないが、 学校や児童会などの団体客による来館も多い。ありがとうございます。